8日、日曜日です。1時25分です。今福井市の、コロナワールドから帰ってきまして、今、帰り途中の、衛兵庁ね、総合グリーンセンターに今、駐車しています。総合グリーンセンターね。で、ちょうどシティハンターが公開されてちょうど1ヶ月です、今日で。で、第4回目の入場特典としましては、まあ、あのツイッターでもちょっと上げたんですけども、ポストカード、2種になります。1種は亮と香里、もう1種は亮とアンジちゃんです。はい、ということですけど、結構人多いな。あ、今日と明日あれか、何もイベントはないんですけども、明日もね、祝日で休みなんでね、皆さん。初心者のハスラーか、男ども2人でこんな公園来て何が楽しいの。まあいいや。で、いつもシティハンター終わった後にね、あの動画でもいつも言うんですけども、もうこういうちょっとね、悲しい、もうアンジーの場面はもう見たくないんですけど、入場特典が欲しいがために自分は行ってるんです。まあ、他の人はね、まあ、そんなん関係なしに行ってるんかもしれませんけども、自分は入場特典が欲しいがために、こちらへ来ております。俺のね、今止まってる後ろがね、自販機なんで、結構横親子連れが通ります。なのでちょっとチラチラ見られてます、動画撮ってるのね。で、もうやばいっす、やばいっす。今回は本当に涙がやばかったです。4回目なんですけども、慣れたと思ったんですけども、やっぱダメでしたね。あのセリフ、あのシーン、もうどうにかしてほしいって。もうこういう結末は俺は望んでません。なんで、あの、こういう風な結末にしたんかよく分かりませんけども、あの穏便に済ましてほしかったです。で、本題変わりますけども、今回の4回目の入場特典としましてはこちらで、はい、こちら今寮、リバーシブルかなと思ったんですね、最初自分。そしたらちょっと違いましたね。裏はこんな感じ、真っ白で、まあ、はがきサイズということです。で、俺一番最初に、入場したんで、一番あのトップです。で、ちょっともらって、ハラハラドキドキちょっとしたんですけども、アンジーが欲しい、アンジーが欲しいって願ったら、願いが通じたみたいですね。ここまで来たら、あ、もうアンジーだなって分かりました。金髪なんで。はい、こんな感じです。こんな感じの2種類のポストカードになっております。あ、やっぱアンジーかわいい。俺だっか、アンジー推しの人はやっぱアンジーかわいいですよね。いや、たまんないわ。いや、本当に今回ね、アンジーに当たらんかったら俺、ね、ヤフオクで2000以上出して川の赤羽目になったんですよ。買おうかと思ってたんですよ。ですがね、一番トップに入ってってもらって、会場の中でこっそり見た。そしたらアンジーちゃんでした。いや、本当に嬉しかった。でも、あの悲しい結末は見たくなかったんですけども。いや、やっぱ慣れないもんだね、ああいうシーンっていうのは。やっぱ頭のどっかにやっぱ残ってて、やっぱ涙が溢れました。やばいです。はい、でいつもまあ隣の福井市のコロナワード行くんですけども、コロナワード、入場したときにね、この前までは、シティハンタータペストリーとか、
看板とかね、いろいろ貼ってあったんですけども、今回撤去されてまして、ガルパンでした。ガールズパンツァーの段ボールで作ったお手製の戦車が置いてありました。でシティハンターは本当に寮の、まあ、等身大なんかな、等身大の、パネルと黒板だけが横にちょこんと、反対側の通路ですね、ちょこんと置かれている程度でした。なのでもうちょうど1ヶ月なんで、シティハンターも公開もう終わるんじゃないかなって思っております。多分ね、もう反則物も撤去されてるってことは、もうじき終了なんじゃないかなと思います。はい、次の次回作、最終章の今回序章だったんで、次は題名が何になるかちょっと分かりませんけども、次回を楽しみに、待っていたいと思います。で次の続編では絶対こんな言葉ね、作者さん、宝珠司さんには届かないんですけども、メインキャラクター、ヒロインは絶対もう いくら敵でももう殺しちゃダメです。本当勘弁してください。また俺泣きますよ。どうしてくれんだよって感じです。はい、なので今回もこれで終了したいと思います。今回ちょっと短い6分ちょいですけども、念願のポストカード、アンジーちゃんが出たんで、よしとしましょう。はい、ではご視聴ありがとうございました。刑事部機動捜査隊、コールサイン福井302でした。